着物フリークです。今日はですね、三勝さんの浴衣の受注会に来てみました。三勝さんもね、もうたくさんの、古典の浴衣とかね、いろいろやられてるんですけれども、結構ね面白い浴衣をたくさんやっているので、ぜひね今日はねそちらの方をご紹介していきたいと思います。はい、三勝さんの、ね、浴衣ではですね、もちろん長板中型の、浴衣もありますし、古典的な、ね、お花 の、 もちろん白地ってあったり、いろんな色 の、 カラフルな浴衣もやっておられるんですけども、ね、特に、ね、ちょっと、ね、パンチの強いお品物もあるのでね、見ていただきたいと思うんですけども、今回ねこちら、はい、これ何の図柄になるんですかね。お化け提灯お化けの提灯が口を開けてるような形になってるんですけど、これかなりインパクトがありますね。はい、図柄でこれ和裁さんが結構考えるところですね、持ってくる場所がこれ上前にこう持ってくるのか、こう型に持ってくるのかで全然多分イメージは変わると思うんですけど、なかなか面白いですよね。この図柄は結局どこから？あ、お化け提灯は葛飾北斎の柄なんですね。葛飾北斎ってなんか、北斎ってあれですか、こう結構有名な、うん、のね、詳しくないっていうのがバレバレですけどね、のこういう柄があったんですね。はい、まあでもここまでインパクトのある大きさにするっていうのが、またデザインされた方がすごいですね。はい、これ結構こうもちろんですけど男性も着ますし、女性でも、はい、女性でもねこれ反物仕立てて着られるそうなので面白いですね。今度じゃあこっちなんですけど、はい、こっちは、はい、宇多川国吉さんの、これね、どういう図柄なんでしょうかね。これはい、元の図が、まあ、ちょっとこちらみたいなんですけど、もうこの描写をねそのまま切り取ってこう浴衣にしちゃったっていう感じですよね。ね、これもこれで着てるとすごいかっこいいですけどね。本当にこの浴衣も結構カラフルで、また和裁品稼のどこに持ってくるんだ問題がすごいですけど、かっこいい部分を元に持ってきて、あ、ちゃんとこれひっくり返ってますね、柄が。こっちは こう上向いてますけど、こっちはね顔が反対向きになってるんですよね。着物、浴衣とか着物ってこういうつながってる柄になるので、前はねこう顔がねこっち向いてても後ろがひっくり返るっていう問題があるんですけど、この肩で後ろに回ったとしてもこの人両方上向いてるみたいにどうかなどうかな、来たらいいですねはい、はい、こんな感じでこれもインパクトがある感じです。はい、次行ってみましょう。こちらなんか清水慶三郎さん金星と書かれているものがあるんですけど、このね彰子になってからまだ新しいですよね。こちらはなんでこれこの彰子に変えられたんですか。彰子を変えたのはまず今まで文庫つけたのとつけなくなったっていうことだ。あ、そうなんですね。文庫つけるのも、うんうん、おばあちゃんたちとか縫い子さんの手もほとんどこの環境、文庫っていうのはこのビニールと一緒になったこう三角三角三角とついてるあれですよね。ね、あれついてましたよね昔のやつってね。うん。あ、やめたんですね。あれも手間ですもんね。こうペッて貼る方がペッてね。はい。あ、清水慶三郎さんという方が、どなたって聞いたら失礼ですけど一応、はい、清水慶三郎の父親が、うん、お父さんが専属職人だった、うん、長板の専属職人さんだった、人間国宝の方なんですね。孝太郎さんの息子さん、
あ、そうなんですね。はい。あ、そうなんですね。70年も浴衣の問屋さんで働かれて、あのいろいろ教えていただいたんですか。本当に浴衣の生き字引みたいな。浴衣の生き字引。うーん。そうですよね。あの今三勝さんの博物館の館長をずっと最後されていたんですよね。はい。うんうん。そうなんですね。あのなんかすごくあれですね、この方の名前をねこうやってよりまだまだね残してあげてね、本当にいろいろ知っていただきたいと思います。こんな70年もね浴衣にね一生捧げた人もなかなかでね一筋で、はいね、本当ですね。お父さんが職人だっただけに。そうなんですね。はい、という貴重なね、あの三勝さんの浴衣なんですけども、でですね、あのまた三勝さんの中でこれ有名なね、あのこれねすごくこの生地ね変わってる生地なんですけど、このね刺し子、刺し子になってるの、これすごい地がね全部刺し子になっていて、もうこんなにね手間のかかっている浴衣あるのかっていう感じなんですけど、これもねなかなか面白い図柄なんですけど、これは図柄は何ですか。あ、歌川国芳さんのドクロが猫で描かれてる、ね、これドクロだったんですね。これ目ってことです。ちょっと切れちゃってるけど、まあ、これが頭になって、ここが歯の部分になって、でも猫ちゃん、はい、あ、すごく考えられて、あの元々は、まあ、図案は国芳さんなんでしょうけども、でもこう配置するのはね、こちらのまたデザインされてる方があのしてると思うんですけども、これもねちょっと 横の顔したドクロさんですよね。はい、この配色もこの黒とこのブルーのパキッとした感じがめっちゃかっこいいですね。ね、本当に、この刺し子のね風合いもあって、すごくねこれもまたもう浴衣として着るっていうよりか、またこれも着物として着てほしいぐらいのね。でこれ女性でも男性でもまた使えるように、またキングですね、これ40センチくらいあるんですかね。ね、ね、これが色はこの色、これはこの色だけ。あ、そっかそっか、紬の分もあるんですよね。これは刺し子の分になるんですけど、これこれが紬地、そう、綿紬になっていて、これが綿紬の分と、あとベージュがあるんですね。あ、ベージュ、ベージュ、ベージュもこれ紬地になってますね。ね、これもこれでおしゃれですね。これも風合いがあってですね、おしゃれです。これはあの方がちょっとまた際立ってね、どころって分かりやすいかもしれないですけど、まあね、他人の人に分からなくてももうね自己満足でこれも着ちゃってほしいですよね。本当にすごいおしゃれ、これこれね、私今回ちょっとね、あのこのインパクトのあるやつ入れたいと思います。はい、でですね、あとまたね別の刺し子、はい、の浴衣なんですけども、これね後でまたね近くで見てもらいたいと思うんですけど、これも全部こう刺し子になっていて、これは白場が多いのでね、この刺し子がよく分かりやすいと思うんですけど、今度これは国芳、歌川国芳さんの分で、ニタカラジュラ無駄書きっていうタイトルがあって、うん、あの贅沢禁止令が出た時に、うん、贅沢禁止令、黄色い書いちゃうと贅沢だって言うんで、まあ、このいたずら書きだったらいいでしょうっていう、浮世絵描いちゃダメなんですね。もう、もう、もう描くものにも制限があるなんて、もう自由に描かせてっていう感じですけど、で落書きは OK っていう。で、あのその猫はニャロネの、ね、ちゃちゃーって描いた感じの猫やね、これ。でもめっちゃ可愛いですね。でもやっぱり、うまかったんですね。ね、私たちでもちゃちゃって描いてこんな可愛らしい猫描けませんからね。ね、ほんと可愛らしい。これでやっぱりこれ芸者さんなんですかね、その当時の芸色のね
役者さんとかを書いてるんですかね。ねえ、面白いです。こういうのもちょっとね、分かってきてるとなんかおしゃれですね、本当にそういう意味を持ってね、着てるとおしゃれかも。すごいです。これも、この刺し小地と、ですね、このベージュ地、これも紬ね、紬地、これまたおしゃれですね。こっちの方が柄がはっきり、そう、分かりやすいかもしれないですね。はい、これも女性も男性もね、お好きな方は着ていただきたいと思います。はい、こちらもですね、歌川国吉のね、ちょっとかなり色の配色がパキッとしたインパクトのあるまた浴衣なんですけどね、これね、ゲンズがね、あるそうで、ゲンズがこういうね、ちょっと見てもらいましょうかね、こんな感じになっているんですけど、ここの部分のね、これの図柄になっているようなんですね。で、ここはね、歌川国吉のシリーズなんですけど、なんか歌川国吉めっちゃ多いですけどこうなんか歌川国吉はなんか好きなんですね、三勝さん。はい、弊社が日本橋の人形町なんですよね、うん、場所がね、はい、はい、歌川さん住んでたんですね。うん、うん、そうですね、近所の人っていうことですね。うん、猫がお好きな方だったので、あ、国吉さん猫ね、好きだったんでしょうかね。ふん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 、あ、だからね、猫好きな方も多いですけどね、やっぱり昔の歌川さんも猫好きだったのかな、ね、そういうのをねモチーフにされてるそうなんですけどね、なんかそういうのをまた聞くとね、あのいいですよね、その三勝さんのその場所のにちなんだ方っていうことなので、はい、その図柄がすごい多いみたいです。はい、これまた面白いのをね、あのご覧いただきたいと思うんですけど、これも何でしょうか、これあ、これはまた国吉さんですね。見ても下から見てもお顔になるっていう図柄なので、あ、これ上から見ても下から見ても顔になるんです？なります。本当に？はい、じゃあ、ね、ひっくり返してみます。これどうなの？あ、本当に本当に私裏から見てますけど、これなってるかも。ちょうど中線が、うん、ちょうど片口のところから折り返して判定するじゃないですか。はいはいはい、その中線らしいという。ああ、そうなんですね。これ裏も表も中線ってなかったんでしたっけ？中線ってこっち側も表も基本的にはなかったんでしたっけ？あの両表、はい、ああ、中線の特徴はあの上から線量をかけて糸を染めるので、うんうん、表裏がなくても裏が白くない。表裏は白がない、あの長板中型は裏があるんですよね。あの片面を、うんうん、片面をかけしますけど、うんうん、上から線量をかけて、うんうん、糸自体を染まって、あの畳んだ折りたたんだ生地に染まっていくっていう形なんですね。はあ、はあ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 、だからね、これこちら側から見てもすごい色がね、綺麗にはっきり出てるので、はい、まあでもね、これもまた面白い図柄でですねあのお好きな方はほんまにもう強烈にお好きかもしれないんですけどね、あのうん、まあねっていう人もいるかもしれないですけど、でもね、もうそれがね、本当にね、三勝さん本当にね、いいんですね、あの好きなものを作ってくださいはい、もうこんな楽しい浴衣をね、あの見せていただいてね、今日本当に楽しいんですけど、はい、他にもですね、三勝さんすごい面白いね、モチーフにされてるんですけど、これね、お魚ね、お魚、タコもいるし、なんかお魚が、フグもいるし、なんかいろんなお魚が泳いでるんですけど、これの、この図案もどこからか来たものなんですか？伊藤若冲さんのなんか図柄みたいなんですけどね、もうこれまた楽しく泳いでる姿がいいですね。一応夏なんで浴衣で涼しげでもあるんでしょうかね。またこれを持ってきたのは魚好きだったんですか？
あ、そうなんですね。うん、まあこれもね、また男性女性かかわらず着ていただいていいと思うんですけど、これとかだったらね、ここが薄く色が変わってる地を使ってるみたいで、こういうものにねまた柄が入ってるのもいいんですけど、まあこれベーシックに分かりやすいこの白ですよね。白であったりとか、これカレーみたいなのも載ってますね面白いですねはい、でこの黒もすごいかっこいいんですけど、色としてはどれが人気ですか？どうでしょう、ややそれも新色ですし、うん、先ほどの、先止めの生地も、初めてちょっと作ってみたので、うん、あ、これ新作なんですね。あ、そうなんですね。じゃあ去年なかったものっていうことなんですね。へえー、なんか生地も柄合わせですよ、また、ね、素材の方の柄合わせ楽しまれるのもいいかな。うん、そうですね。これを追っかけとして持ってきてっていうのはいいかもしれないですね。確かにこれは私ちょっとこれ今年ちょっとやってみようかな。どんなお客さんが買ってくれるかちょっと面白いんですけどはい、次はですね、尾形健山の、浴衣の図になるみたいなんですが、こちらはね今回の新作みたいなんで、尾形寒山と呼ぶかと思いきや尾形健山でございますね。また3種類ありますけど、これ間はローになってますね。はい、でこっちは左がまた左と右が綿紬なんですかね。全部ちょっとずつ風合いが違って、これまたすごい綺麗ですね。ね、この流水とこれ何が待ってるんでしょうか、チラチラチラってもともとのまた図柄がこれあるんですね。これもともとは絵に描かれたんでしょうか、何描かれたんでしょうか。あ、器に、本当に最初器だったんですか、これ。絵に描かれたものではなくて器、はい、そうなんですね。これまた後で見てもらいたいと思うんですけど、私これどれにしようかな。いいですね、これまたね、ちょっとこうツヤっぽいね、またこれも着物として着ていただきたいような感じの感じですね。いいです。帯もねかなり映えそうな感じなので、またこれもね買って帰りたいと思います。こちらの方が新しいまた新作になるようなんですけども、今年も結構こんな感じで大胆な図柄が多いですね。ね、大きく配置されててすごくおしゃれですね。はい、こういった柄はまた全部配置されたりとかして、こちらは、はい、伊勢の、はい、図案が、はい、古いのが残ってまして、はい、明治大正初期ぐらいまでのものから選んで、明治大正こんな前からデザインを、三勝さんの浴衣を作ろうとした方がみんなが残してきたものがあるんですか。これは図案屋さんが残してたものを今回また買い付けて、あ、そうなんですね。昔からのが残ってて、浴衣のために描かれてる図柄を、うん、やっぱ浴衣に仕上げたいな。あ、そうなんですね。でも例えばですけど、そんな前からあったとしても柄って別に今でも斬新な感じですよね。当時昔のその図案屋さんはもう絵師が描いてたと言われるので、うん、今にないような、うん、絵描きさんが、あ、本当の絵描きさんが描いてたんですね。はい、あと、もっと数もあったので、うん、はい、競争しているというか。ああ、じゃあそういう絵師さん同士でも競い合っていい図案を作っていたんですね。すごい量ですし、ねえ、面白い柄もあるし、ねえ、ね、その柄をね使えるっていうのがまたちょっと洋服とは違うかもしれないですね。洋服って結構昔の見たら、柄見たらちょっと古いなって感じるものはありますけど、こういう浴衣の図案ってもう常にあれですね、配置によっても斬新だし新しいものにも思えるし、ね、古典なものは古典らしくそれでねいいだろうしね。へえ、ね、本当にこういうのも
あの大きなひょうたんをちょっと小さいひょうたんと重ね合わせてもなんかね、また流れがあって楽しいですね、こういうのもね。はい、そういうね、昔のね古いものを大切にしながらね、あのものづくりをねされてるね三勝さんでね、本当にいつも楽しい柄を見せていただいて本当にありがとうございます。はい、今回もね楽しくいろんなものをね仕入れて帰りたいと思います。